ゼノーストークスだね。あんたはセオドア・トンプソン。一応国連の末端機関に所属している。役人が何のようだ。酒場の事件についてはもう話した。ああ、警察の調書によれば、およそ人間とは思えない化け物のような存在がホールで他の客と争いになり止めに入ったと。俺は記憶にあるそのままを話しただけだ。もっとも最近はずっと酔っている。幻覚を見たというならそれでもいい。君はかつて刑事だったらしいね。今も一応警察に席を置いてはいるが、顧問とは名ばかりのようだ。上にはいつでも首にしろと言ってやる。もう事件に関わる気はない。酒に溺れたのは例の誘拐事件が原因かな。何？パーフェクトオーダー。伝説的な刑事の過去だからね。ヒエログリフをたどらなくとも少し調べればわかる。お前まさか。ちょっと、暴力に頼るのは良くないな。文明人らしく対話しようじゃないか。あの事件について何か知っているのか。残念ながら君の望む答えは持っていない。ただ可能性の幅を広げることはできる。どういうことだ。君が目にした化け物のような存在、彼らは教会人と呼ばれている。教会人。この社会と共生している異形の存在の呼称だよ。まだ世間には知られていないが、彼らは一般市民と同じ権利を持ち、この町で暮らしているんだ。ふざけるな。くだらんオカルト話に付き合うつもりはない。信じないならそれでいい。目撃者には記憶除去プログラムを受けてもらい、日常生活に戻ってもらう。アルコール漬けの君には必要ないかもしれないがね。その教会人とやらが誘拐事件にも関わっているのか。断言はできない。彼らだって我々人間と同じように善人もいれば悪人もいる。ただその存在を知っているのと知らないのとでは捜査方針は大きく変わる。そうだろう。教会人は国連が秘密裏に管理し、彼らが事件を起こした際はその解決や隠蔽工作を進めている。だから君にも力を貸してほしいんだ。捜査を続けていればいつかは誘拐事件の真相にたどり着くかもしれない。可能性の幅は広がるというわけだ。どうだろう、私と一緒に戦わないか。君はこんなところで酒に溺れているような人間ではない。あんたに何がわかる。全てをなくしたこの俺の何がわかるって言うんだ。これ以上動いたところで死んだ妻のように誰かを傷つけるだけだ。俺はもうクソみたいなこの世界でやることはない。私は長年窓際族でね、他人に誇れる業績も墓石に惚れる経歴もない。でも他人の顔色を伺って生きてきた分、人を見る目だけには自信がある。その私からすると君は逃げ出したいだけだ。でも逃げたら後悔することも分かっているはず。違う。俺は最後まで聞きなさい、ゼノストークス。今は立ち上がる力がなくても、
君はいつか立ち上がる。それが早いか遅いかだけの話でね。本当はまだ諦めてなんてないんだろう。戦え、大切なものを取り戻すために。人生、不思議なこともあるもんだね。これまで誰かに意見したなんて一度もないのに、今だけはなぜか言わずにいられない。君の瞳の奥に残る虎のような眼差しがそうさせるのかな。境界人だったか。そいつらを取り締まればいいんだな。ああ、その通りだ。やってくれるか。だったら何人だろうとそうしてやる。そして俺はあの事件を解決する。決まりだね。今から君には特殊捜査官として働いてもらう。今はまだ計画段階に過ぎないが、いずれ新たな組織の設立も予定されている。新たな組織？ああ、マージナルサービスだよ。